皆様こんにちは。お囃子塾第14話にようこそ。今回は歌舞伎囃子における時代物の音6項目のうち5つ目アランごとの音をご紹介させていただきます。アランごととは一体何なのでしょう。最初に歌舞伎の歴史を振り返り、次に江戸歌舞伎と上方歌舞伎との違いからアランごとがどこで始まったのか、ではどのようなお芝居があるのか考え、そして最後にアランごとのお芝居に使われる代表的なお囃子をお芝居の茨城とともにご紹介したいと思います。歌舞伎の歴史は1603年に出雲大社の巫女と言われた出雲のお国が京で歌舞伎踊りを踊ったことから始まっていると言われています。当時の最新のファッションや出来事を知る場所でもあったと言われています。出雲歌舞伎は遊女歌舞伎、若衆歌舞伎を経て現在上演されているような形に定着したのは17世紀の終わり頃だと言われています。2005年には歌舞伎はユネスコの無形文化遺産として登録されました。さて17世紀後半には2つの種類の歌舞伎が花を咲かせていました。アラゴトとワゴトです。アラゴト歌舞伎とは悪者をバッタバッタとやっつける強く勇壮活発な主人公が熊取りをして大げさなポーズをするようなお芝居で、武士によって支配されていた江戸で栄えました。一方和事歌舞伎とは若い美男子が主人公となり、恋愛描写が中心となるようなちょっとユーモアのあるお芝居で、文化都市であった上方で栄えました。さて荒事は江戸で栄えた荒々しく豪快な歌舞伎であることが分かりました。ではどんなお芝居があるのでしょう。このようなお芝居があります。まずは弁慶が主君を助けるために大活躍する勧進帳です。源頼朝に追われた義経は京の都から東北へ逃げていきます。強くて大きな武蔵坊弁慶は山伏に、義経は荷物持ちのふりをしています。そして関所を通るときに弁慶は巻物を勧進帳に見立てて読み上げ、苦境を脱するという物語です。また雲の表紙舞のように美しい白拍子が雲に変わる変化物もあります。今日はここで太鼓のパターンを一つご紹介したいと思います。これは茨城というお芝居で、鬼が最後に引っ込むときに使われています。アラゴトの太鼓を打ってみましょう。上から落として弾かせるのを天と呼びます。弾かないのをつと言います。まず弾く天という音を左右交互に天天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 と8回繰り返します。ほー天天今度はてんてんてれすくてんてんてれすくというのはててつつ、これをてれすくと言います。はい、はい、てんてんてれすくてんてん、あーおー、そしててれすくっていうのを4回いきます。てれすく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 、今度はてんてんてれすくてん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 てれすく、
はじめからいきます。いよほう。そしていよでは、茨城というお芝居をざっとご説明いたします。茨城とは平安時代の伝説に出てくる茨城童子というとても強い鬼の物語です。茨城童子は散々悪事を働き、ついに東寺羅生門で渡辺の綱に腕を切られます。ある日、茨城童子は叔母の綱の育ての親、真柴に姿を変えて腕を取り返しにやってきます。綱は鬼の腕を箱に入れ守っていましたが、真柴は隙を見て腕をつかみ飛び去ります。茨城童子は鬼の形相となり舞台に戻ってきます。最後、茨城の花道での引っ込みに先ほどご紹介した太鼓が使われています。皆様、あらごとはいかがでしたでしょうか。次回は時代物のお囃子の最後に序の舞をご紹介させていただきます。最後までご視聴ありがとうございました。ではまたお会いいたしましょう。